実在する海の巨大生物アポリミア。あなたは西オーストラリア沖の深海で巨大なら船上の紐が漂う異世界のような光景を目にするでしょう。しかしこれは紐ではなくアポリミアと呼ばれるクダクラゲの一種で、全長が119メートルにもなると推定されており、世界最大の動物であるシロナガスクジラよりはるかに長くなります。ただこの生物は単体ではなく、実際には何百万ものクローンから構成されたものです。しかしアポリミアは単に群れて集まっているだけではありません。クローンたちには獲物を捕らえる個体、それを消化する個体、生殖する個体などそれぞれ役割があり、その数は約12種類にもなります。彼らは深海を漂って獲物である魚や甲殻類が毒を持つ四方細胞に接触するのを待ち、獲物を捕獲すると縁として機能するクローンがそれを囲みます。そして獲物が消化されると、群体全体を移動する長い消化管を通して栄養素を送り、他のすべてのクローンが栄養を得ることができるのです。